カナダ先住民シラビックスによる出現クリー語の碑文。カナダに移住したキリスト教宣教師によって先住民の言語を表記するために開発されたとされるアブギダ。アブギダは文字体系の分類の一つ。死因の符号だけを書くと死因にある決まった母音が続くものとして読む。その母音をなくしたいときや他の母音を続けたいときは 補助的な符号を使うなどしてそのことを明示するのが普通である。デーバナーガリーなどのインド語派で用いられるブラーフミー系文字の様々な文字体系をはじめとして、現在世界で用いられる文字体系のおよそ半数はアブギガである。アブギガと比較した場合、例えば音節文字では似た音歌を持つ記号同士であっても似ていない。また、競技のアルファベットでは、 死因と母音それぞれを表す記号が別々にあるため、死因として書かれていたものが母音の役割を果たすようになることさえある。またアブジャドでは原則として死因を表す記号だけがあり、母音を表す補助的な符号なども多くの場合つけない。アブギナという用語は、ゲーズ語のエチオピア文字の最初の4つの文字、それぞれにエチオピア文字の最初の4つの母音を付加して作った。 造語である。この順序は古代北方セム文字の順序、アレフ、ベト、ギメル、ダリトとも一致する。また、アルファベットという語がギリシア文字の最初の二字、アルファ、ベータを元にしているのともよく似ている。アブジャドおよびアブギナという用語はピーター・ティ・ダニエルズの草案になるものである。これらの用語は必ずしも広く受け入れられているわけではない。他の用語としては、 音素音節文字などがある。リチャード・サロモンは、インドの伝統的な用語であるアクシャラを使うことを提案している。19世紀初頭に、デーバナーガリー文字によって、サンスクリットで書かれたリグベーダ。黄色で塗ることで文字が削除されており、またアクセントなどが赤で示されている。アブギダでは、基本となる記号にマークをつけることで母音を区別する。ーンに引き続く。 母音以外の母音の存在を示す符号の現れる位置としては、死ン文字の上下、左右があるほか、子音を囲むこともある。また多くのアブギダに、随伴母音を脱落させて、裸の子音を同出するダイアクリティカルマークがある。デイバナーガリーダと、で、K となり、で、L となる。このダイアクリティカルマークを、サンスクリット語では、ビラーマ、ヒンディー語では、ハラントと呼ぶ。 これは、シーン結合を形成するのに使ったり、語の終わりに来るシーンを表すのに使ったりすることもある。多くのブラーフミー系文字の文字体系では、シーン結合で始まる音節は一つの文字として扱われ、それに母音が付加されるので、愛のように修飾する文字の前に垂れ下がる母音では、実際に発音される位置より前に現れることがある。例えば、ヒンディー語では、クリケット競技を、 クリケットと書くが、愛のダイヤクリティカルマークは、シーン R ではなくシーン結合、KR の前に現れている、と発音通りの順に書かれる。さらに風変わりな例としては、全く文字があり、ビムという音節をばま愛ビラーマの順に書く。つまり、音節のシーンすべての後に、母音符号と無母音符号の両方を書くのである。 カナダ先住民シラビックスとして知られるアブギラの一種では母音をアクシャラの回転や反転で示す。例えば、イヌクティット語のパイプ、パスカルやキ、ツ、タなどである。レプチャ語で使われるレプチャ文字は他のアブギラとかなり異なる方法を取る。単一のアクシャラは平シーンとなることがある。母音だけでなくしゅうシーンもすべてダイアクリティカルマークで示す。例えば、 ソークという音節を S のように書く。下側のリングが O を表し、上側の十字が終身、K のダイアクリティカルマークである。インドネシアにも終身をダイアクリティカルマークで表すアブニダがいくつかあるが、通常は、のような1、2のビオンに限られる。エチオピア文字、エチオピアのアブニダ。以下は、ブラーフミー K 文字の様々な文字体系。 エチオピア語のエチオピア文字、カナダ先住民シラビックスなどを含むアブギダの例である。インドのいくつかの言語を表記するのに使われるデイバナーガリーは典型的なアブギダである。基本的な符号にはーン形を表すものはなく、非就職アザは音節化を表す。A は記号として付加されることのないいわゆる随伴母音である。基本的な文字に 母音マークを付加すると母音が変化し、K マイナスで始まる、他の音節を生成できる。木、空、ケ、こうなどとなる。これらのダイアクリティカルマークを、他のシーン文字に使えば、他の音節も作れる。例えば、だから、LI、ルー、ルローを形成できる。このように母音を随伴したり母音を付加されたりする、シーンを、アクシャラと呼ぶ。エチオピア文字は、現在はアブギガだが、 かつて四世紀までは、アブジャドだった。エチオピア文字のアブギダでは、字の形自体が変形されることがある。例えば、H、フ、ハイ、H。パハウフモン文字では、子音と母音の両方を完全な字で表す。しかし表示上の順序は、たとえ子音母音の順に発音するときでも、母音子音の順である。これは、インド系アブギダの、O、母音にいくらか似ている。 が、パハウフモン文字は、随伴母音、au を書かないだけではなく、随伴子音、k も書かないという風変わりなものである。音節、kau では、どちらかの随伴音を書かないわけにはいかないので、書くときは au である。要するに、パハウフモン文字の悪者らは、随伴子音のある一つの母音として現れる。アブギだとそれ以外の音素文字体系との間の、 明瞭な線引きは難しい。歴史上中間的な文字はいくつも生まれている。例えば古代ヌビアのメロ絵文字は、追反する絵を示さないため、ブラーフミー系文字のアブギダに似ている。しかし、他の母音は完全な字で示し、ダイアクリティカルマークや変形では示さない。したがってこの文字体系は、本質的にはアルファベットに、近いがある母音を表記しないものであったと言えよう。 ターナ文字も母音をダイアクリティカルマークとして付加するため、アブギダに似ている。しかし、母音のすべてで付加する。随伴母音はない。通常、字がダイアクリティカルマークなしで現れることはない。要するにこれは母音の付加が必須のアブジャドと等価である。なお、これはもともと自分たちの言語をアブギダ表記していた人々の間で発達してきたものである。 クルド語の現代のアラビア文字表記やウイグル語のアラビア文字表記は母音を完全に字母で表記するので典型的なアルファベットである。速記システムには母音にダイアクリティカルマークを使うものもいくつかあるが、随伴母音がないので、ブラーフミー系文字の文字体系よりもむしろターナ文字やクルド語の文字に似ている。ガベルスベルガー式速記システムとその改良版では高知シーンを変化させて、 母音を表す。ポラード文字は、速記を元にしているが、やはり母音にダイアクリティカルマークを使い、子音に対する母音の位置関係で成長を示す。研究者の間では、当初、アブギダは、アルファベットと音節文字との中間に位置づけられていたため、アルファシュラバリーという用語が提案された。歴史上は、アブギダは、アブジャドから発展してきたものである。対して、 音節文字では、音節内詞は、心音母音結合のそれぞれに別の記号があり、それぞれの間に何か筋の通った類似性があるわけではない。前期のデーバナーガリーの例と、次の日本語のひらがな音節文字とを比較してみよう。カカ、キキ、ククう、ケケ、ココとなり、ケいに共通するものは何もないし、ラーレイ、リリ、ルアールユー、レリ。 ロローには R に共通するものも、さらにはキロのグループと同じ母音があることを示すものもない。インドとインドシナのアブギダの多くは、アブジャドから発展して、まずカローシティ文字及びブラーフミー文字となった。カローシティ文字の系統は今日では耐えているが、南アジア及び東南アジアでの現代の文字体系のほとんどはブラーフミー文字の系統の末裔である。 なお、エチオピア文字は別のアブジャドから生まれたもので、一説には、インドからのキリスト教宣教がアブギダへの発展を促したとされる。サロモン、リチャード、ライティングシステムズ・イン・ザ・インド、アリアン・ランゲージズ。イン・ダネッシュ・ジャイン、ジョージ・カードナ、ザ・インド、アリアン・ランゲージズ。ラウトレッジ、P71、ISBN11 億3579万7110。 母音付きの字は、随伴母音がない時の表記を兼ねる。河野六郎太編著参考文献、170ページ民議団参照。用語及び、文字体系の名称の日本語表記は、原則として、以下のものにならった。これらに見えないものは、言語のカタカナ書きとした。ありがとうございます。